当社はまあ創業以来、やっぱり社会システム、社会インフラのやっぱアドソン熱心だということで、やはりこれはですね、景気がどうであるが、デノミネになろうがインフレになろうが、やっぱり日本の国内のしっかりした社会インフラを支えるお客さんの情報システムをしっかりとやっていくと。で、なおかつ中立で、常にやっぱりどのメーカーとも遠距離でお客さんのシステムを提案して、それを開発して保守面でやっていきたいというふうに思っています。いわゆるソフトウェア会社っていうのは、ソフトウェアの開発が主体でやってる、またパッケージ販売している会社が多いんですけど、当初は実はワンストップソリューションサービスといいまして、リアルタイム OS のアメリカの OS の代理店をですね、もう20何年前に代理店契約しております。それはいわゆるハードウェアの制御であるとかですね、まあ今でやる情報家電機器であるとか装置であるとか産業機器のソースコードまで当社が扱ってといいますか、中身を全部、いわゆるカーネルとかバイオスっていうんですけど、まあ、それができる実は技術者集団社内で持っております。いろいろ自動車メーカーさんの OS の検討であるとか、コピー機メーカーさんのそういう機器開発であるとか、携帯の電話のそういう携帯電話でもゲームとか携帯の動くアプリじゃなくて、携帯電話を制御するドライバーっていうんですけど、まあ、いわゆる OS からそしてハードウェアで、それの上に乗るソフトウェア、そして、最終的に保守メンテも含めて、いわゆるワンストップでやれる会社っていうのは案外、我々ソフト業界でも少ない、まあ、それはやっぱりしっかりと強みとしてですね、今後も持っていきたい。今後のそれじゃあどういうエリアに進んでいくんだというところなんですけど、いろんな国内の社会インフラ、ライフラインシステムの再構築、まあ、そういうところのしっかりと今後もやっていきたい、これは一つですね。で、二つ目は、これは当社も電力関係、スマートグリッド、まあ、電力の自由化、まあ、これにしっかりと対応していきたい。特にやっぱり電力関係には、まあ、同業他社にはここは負けないよという意識で今やっております。で、三つ目は、これはもう医療関係です。先生方が今どこにおるであるとか、病院のこの機器は今どこにあるとか、例えば介護老人ホームの例えばおじいさんおばあさんが今こけたのがスマホに来て、そして介護のお姉さんお兄さんがすぐ行けるとか、日本のまあトップベッドメーカーさんなんかもベッドの周辺にいろいろなそういうセンサーをつけて、そういう管理するシステム、まあ、そういうのも一緒に共同でやらせていただいたりとか、まあ、やはりこれから高齢化社会になると、やっぱり医療系、特に IT もまだまだどんどん導入されるというあれになると思いますので、社会インフラ、そして電力の自由化対応、そして医療と、この3つをしっかりと今後見据えてやっていきたいと。なおかつ先ほど言いました、その先のソリューションどうするかっていうのも、若手を、中堅若手を集めて、アスプロという3年後4年後のソリューションの検討も始めています。